はい、どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今回はですね、面白そうなゲームがあったので実況プレイしようと思います。こちらのゲームはね、まだ開発途中のゲームなんですけど、あのお隣さんの家があるじゃないですか、すごいでかい家。あの家に住んでるお隣さんが何かを隠してるらしいんですよ。でね、僕はすごい気になった。こんなちっちゃな僕の家、だって見てよ、もう寝室しかないよ俺の家。こんなちっちゃな家の僕、どうしたらあんなにお隣さんみたいな大きな家を建てられるのか、そういう秘密を今日暴いていこうと思います。で、すげえ難しいゲームらしくて、お隣さんの秘密を今回暴けるかどうかもまだ不安なんですけど、皆さん応援してください。なんか光ってる扉があるね、奥に。で、玄関開いてるね。怪しすぎる。こんなところにゴミ箱が3つ、怪しい全部疑ってからね、今日の俺。とりあえずマウス感度が高すぎる、それも怪しいですね。こんにちは、いますか？いますか？いないですね、お隣さん。お隣さんに見つかったらダメらしいです。とりあえず、入りましょう。ここは？開かない。なんか奥にすげえ眩しい部屋があるよね。あれがもしかして秘密か？ここは？隠れられるポイントかな？もしかして。入って、閉めれば、なるほどね。ここで隠れられると。オッケー。アウトラストームです。何あれ？え？待てよ。何これ？あ、何これ、カメラ？見つかったらお隣さん来る系じゃね？待って待って待って、やばいかもやばいかも。お隣さん来るかも。あれ来ないね。あの部屋、びっくりした、誰か覗いてるのかと思った。あの部屋か、怪しいのは、もしかして。絶対そうじゃん。あの部屋に秘密ある。行きましょう。で、お隣さんもだんだんレベル上げてくるっぽくて、賢くなってくるらしいんで、気をつけていきましょう。この部屋？待って、ここは？開かない。なんかありそう。うわあ、え、捕まったっぽい。あ、なるほど。これで、あの部屋に秘密があるって俺が確信して、お隣さんと戦ってあの部屋に行くわけか。そういうことか。わかった。やっとわかった。もう玄関も開いてないし、あそこの扉も閉まってる。どうやってあそこに入るか。とりあえず、お隣さんに捕まっちゃダメで、だんだん、なんかレベル上げてくるっぽいんだ、お隣さんが。何？何？もう見つかってる。あ、来た、お隣さん。え、嘘嘘。待て待て待て、めっちゃ追ってきた、めっちゃ追ってきた。やめてやめてやめて、何、暗い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 、何、ちょっとごめんごめん、やめてやめて。あ、お隣さんがめっちゃ見てる。うわあ、トマト、これトマト投げつけてきてるんだけど、お隣さん。いやいや、やばいってやばいって、トマト祭りかよ。宮川大輔さんが言ったあの一滴湯でトマト祭り。ちょっと待って、あそこにいられたら、待って、俺寝るから、もうやめて、本当にトマト投げつけないで家に。ねえ、あ、寝たっぽい。あ、もしかしてこのベッドに行くと寝れるのかな。お隣さん いなくなりましたね。そして空が綺麗でもないけど、ちょっとマウス感高くて酔いそうですね、このゲーム。ごめんなさいね、動画的に。昼なのに車を電気つけたまま止めてある、怪しすぎるな。とりあえず郵便物はゼロ、怪しいですね。さあさあさあ、家の中にはお隣さんはいるいるいる、座ってテレビ見てますね怪しい。テレビをこんな時間から見てるなんて怪しい。ニートか、あいつは。怪しすぎるな。で、正面から突破は絶対危険だから、横から入れる場所ないかな。さすがに入れなきゃ、裏口とか開いてないよね、多分。あれ、ここ開いてない？え、ここ開いてんだけど。待てよ。頑張れ頑張れ。いや、入れないっぽいな。なんだこれ。え、待って、逆向きになってない？家の中。ほら、椅子とかが上にある、天井に。怪しすぎるだろ、この家。なんか絶対秘密があるな。よいしょよいしょ、わかったわかったわかった。俺がその秘密絶対明かしてやる。こっからは絶対入れないのね。絶対入れないんだね。オッケー、わかった。それもわかった。まだテレビ見てんのかな？ここは？寝室か。テレビ見てる？まだ。あれ、どの部屋だっけ？テレビ見てた部屋。あ、まだ見てますね、テレビ。こんな外で飛んでたらさ、絶対バレるでしょって感じだけど。笑ってますね。あの部屋か、俺が入りたいのは。うわ、なんか、あの木で撃たれてる。なになに？テレビを消した。どこ行くんだ？あ、別の部屋行った。こっちの部屋か。お、なんかやってるね。あ、準備体操始めた。怪しい。怪しすぎる。いや、俺の方が 100% 怪しい。あ、家の中でエアールームランナー。怪しい。なに？見つかったっぽい、見つかったっぽい。なんでなんでなんで、なんで見つかったの？
見つかったビデオ流れてるよね。来た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 、あー、なんか投げてきた、なんか投げてきた、なに今の、なんか投げてきた、ちょっと待って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 、やめて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 、来ないで来ないで、え、入ってきた家の中、嘘でしょ嘘でしょ、待って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 、マジで寝ようかな、もう、あ、あ、帰ってた帰ってた、あ、あ、さようなら、よし、え、怖すぎでしょ、お隣さん、あ、罠みたいなやつ投げてきた、あ、待って待って、帰ってきた帰ってきた、お隣さん、ギリギリまで引きつけようか、お隣さん、あー痛い、うわ、動けない動けない、罠のせいで、あ、罠に捕まった、ちょ待って、ちょ、お隣さん、トマト投げないで、あ、ダメージ食らってない、押してみればいいんじゃね、え、待って、罠のせいで俺動けないんだけど、この罠どうやって解除すんの、ね、みんな動けなくなった、ちょっとお隣さん、罠だけこれ解いてくんない、なるほどね、あー、また見つかったっぽい、こうやって罠は解除できるわけね、ちょ、あれ動けない、あ、待って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 、動けない、あ、あ捕まりました、おー、明るいな、朝かな昼かな、お隣さん、あいつはやべえやつだ、絶対に 100% 何かを隠している、普通こんなに罠を投げないし、トマトも投げない、絶対にあの部屋には何か秘密がある、またお隣さんテレビ見てる、よし、ここ開けてもバレないんじゃね、あ、開かないようになってるわ、じゃあピンポンして、で、でだよ、隠れよ一旦ここら辺で、出てくるからな、お隣さん、あ、来た、よしよしよし、バレてないバレてない、止まってんだけど、オッケー、帰っていきました、さあ鍵の閉め忘れを狙おう、行くよ、鍵閉め忘れてるくれ、行く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 、はい開いた、完璧、予想通り、向こうの扉も開いてる、待って、恐ろしい、でも待てよ、もう一回引きつけようか、ピンポン、待てよ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 、来た来た、危ね、見つかんだ見つかんだ、もう一回呼んだ、関係ないか、怖いな、右の部屋にいましたね、さっき。なるほど、OK。完璧だぞ。待てよ、待てよ、待てよ。どの部屋に行く？罠こんなとこにも！なんで、なんで、なんで罠こんなとこに仕掛けてあんだよ。ふざけんなよ。潜入します、今度こそ。じゃ、さっきはごめんね、みんな。ちょっと僕の、心の弱さが出てしまった。次こそは絶対に潜入する。さあ、お隣さん、誰もいないことに怒りを覚えた。さあさあさあ、で、こっちの部屋に戻るよね、多分。バレたんだバレたんだ、歩いてたらバレるんだ、近寄よ近寄よマジかよ、あ、罠を家の中に投げ入れんな、ちょっとやばいって、なに、なに、何が起きた、なに、めっちゃびっくりしたんだけど、あ、てかてか、わあ、ちょっと待って、なに、は？何今の、ちょ、え？今の夢？お隣さんめっちゃでかかったけど。なんかお隣さんやってるし。なんだなんだ、なんだなんだこのゲームは一体。面白いな、やけに。お隣さんいるよね。外出てたよね、今。さっきの巨人化は何一体？なんか絶対秘密あるぞ。怪しすぎる。これ入れるんじゃねえ、なんか。あ、何また罠？動ける。はい、こんにちは。入りました。家の中荒れすぎでしょ、何があったのこれ、え、怖い怖い怖い、男同士、いや女の子か、あ、いた、裏口か、裏口はこんな感じと、まあ、裏口は怪しいところはな、待って、見つかったとする、見つかったとする、どっから来てんの、どっから見つかったの、どこ、 BGM だけ聞こえるんだけど、あ、来た来た、お隣さん来た、お隣さん、やめて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 、お願い、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、ちょっと待って、危ねえ、し、隠れよ、隠れれば大丈夫、なんか隠してんぞこのバケツの中に、絶対絶対なんか人とかいるぞこれ、ちょっと何このピンクの部屋、おいおいおい、嘘だろ、お隣さんだいぶやばいんじゃないねえ、だいぶやばいでしょ絶対、おかしいこの家、やはり何かある、私が目をつけたのは間違いではなかったようだ、どこだ、どこがおかしいんだ、何が怪しいんだ、待てよ待てよ、これさ扉開けていいのかな、待ってんじゃん待ってんじゃん、え、バレてないの今の、何あの人、
待ってたんだけど今、完全に。おいおい、どんな位置にお前、罠仕掛けてあんのこれ。盾じゃん、罠。入れる？いや、厳しいか。さすがに厳しいか。なんかの上に、これの上に乗ればいけるんじゃね？もしかして。よいしょ。で、この上に乗って、よいしょ、入れた。侵入成功。侵入成功。とりあえず、怖いから、隠れよう。はい、オッケー。この隙間から見よう。世界を。世界をこの割れ目から見る。ごめんなさい。うわーい！助けて！でも分かった。あそこから侵入で間違いないっぽいな。あ、待って、見つかったの？待って、見つかったの？うわあ、怖いって。え？何？エラーが起きた。嘘でしょ？わーっ！そんな終わり方ないよ。はい、ということでご視聴ありがとうございました。とっても怖いゲームで、難しいゲームで、ちょっと何やってるか分かんないっていう方もいたかもしれませんが、まあこれはまだ開発途中なんで、製品版が出たらガチで実況していこうと思います。もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価ボタンを押してってね。ではポッキリして、また次回お会いしましょう。じゃあバイバイ。